バルディアは近いのか。はっ、この村を抜けた先にあります。そうか、できるだけ先を急いで。待てー、この辺りの人々を困らせる帝国兵とはお前らか。はあ、何ボケたこと言ってるんだ。わしの質問に答えんかい。いかにも、我々は誇りあるレイガルド帝国の者だが、何かご用か。うんぬぬ、やはりな、平和なこの地に戦を呼ぶ不届き者ども、このアーロンが成敗してくれる。待ってくれ、俺たちはラングリッサーを手に入れたいだけなんだ。不必要な戦いは避けたい。そこをどいてくれ。だから不届き者だと言うんじゃ。そちらが来なくてもこちらから行くぞ。うわ、あのおじいさん本気だよ。どっちにしても遠回りする暇はないぜ。やむを得ん、殺さない程度に相手をしよう。戦意を失えばおとなしくなるかもしれない。行くぞみんな。レオン様、どうする。エルビン、あの者はまだ経験が浅い。敵と渡り合うことはできまい。そうだな、ここは待機させるべきか。ここは俺たちに任せ、その場で待機してくれ。はっ。そこの赤毛の若者、名を何という。俺はエルヴィンだ。お主は帝国軍らしく見えんわい。不思議な目をしておる。お主はなぜ帝国に協力しておるのじゃ。帝国が大陸を統一すれば戦争はなくなるはずだ。力による統一でも今よりはずっといいはずだ。力による統一は仮初めの平和。より強力な力を持つ者が平和を乱すじゃろう。そんな平和でもいいのか。それは当たり前だ。より力のある者こそ大陸を治める資格がある。お互いの理解によって戦争を止めようなど時間がかかりすぎる。それまでにどれほど多くの者が命を失うかわからない。それならば力による早期の統一こそが犠牲を減らす唯一の方法だ。そうか、あくまでも自分の意志で帝国に就いたのなら何も言うまい。それぞれの信じる理想のため戦うことになろうぞ。挑発するだけしといてどうやら防戦に徹するようだぜ。ふん、臆病者が。何か企んでいるのかもしれないが、注意して進軍しよう。そうだな、慎重に行動するべきだろう。
ライトだ。水中に潜ませてやがった。小賢しい真似を。何、伏兵がいたのか。かかりよったな。敵を挟み撃ちにするんじゃ。はっ。水兵と連動して敵に突撃をかけるんじゃ。はい。帝国なんかに負けはしないわ。我々の波状攻撃にどこまで耐えられるかな。まずいな、このままでは大きな被害が出そうだ。うむ、むやみに突撃するのは避けるべきだろう。ここは一旦引き、戦線の立て直しを図ってはどうだ。確かに強引な突撃を行う必要はないな。かの者に力を。蹴散らすのだ。お主ら飛行部隊は機動力を生かして敵の弱い場所を叩くのだ。お任せを。
威圧の力よ。我が敵を撃て。主ら帝国にラングリッサーを渡すわけにはいかんのじゃ。癒しの力よ。なかなかやるわね。我が敵を撃て。やられた。侮れに奴らじゃ。皆の者、行くぞ。一気に敵を叩くんじゃ。帝国軍めやりおるわい。じゃが老いたりとはいえわしの剣は曇ってはおらぬ。いざ尋常に勝負。剣様。もうダメじゃ。ここは引くしかないか。お主は力ある者が統治者となるのは当然だと言ったが、だがそういった考え方がこの世界に争いを起こしていると考えたことはないのかな。また会うことになるじゃろう。それまでに思い直してくれることを願っているぞ。癒しの力よ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
癒しの力よ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
わったみたいだね。なかなか手応えのある連中だったな。どんな奴だって、私にかかれば同じことよ。とりあえずこれでバルディアへの妨害はなくなったわけだ。よし、このまま一気にバルディア城へ向かおう。一軍の